ブラッドフォードフォスターブルック鉄道はかつてアメリカ合衆国ペンシルベニア州にあった最初とまではいかないモノレールの一つである。ロイストーン大佐は1876年のフィラデルフィア100周年記念博覧会でのセンテニアルモノレールのデモンストレーション運転に影響を受け、それがブラッドフォード近くの輸送問題を解消できると考えた。 1876年のブラッドフォードは配達を待っている機械及び石油の供給の価値が数千ドルとなる急成長している油田の町であった。非常に泥だらけの道路状況のため油田への配達が遅れていた。鉄道会社が設立された時、鉄道の建設が1877年10月31日にはすでに開始されていた。東鉄道は 一連の杭が地面に打ち込まれており、12インチの角材によってつながっている。その上に一本のレールが設置されていた。正確には、レール頭から3フィート下には、両側に横両があった。この横張りは、鉄道車両がバランスを取るために車輪が押し付けられた。時、摩耗によるすり減りが生じていた。道路の横断では、 フェンス門のように開閉機として動作していた。東鉄道のために様々なエンジンが作られていた。最初のエンジンはツインボイラーを備えており、レールに低く乗っていた。そのエンジンだと摩耗が激しいため、より一般的なシングルボイラー設計の重いエンジンへと取り替えられた。このエンジンには駆動系が2つあり、レールに重くのしかかっており、東鉄道に沿った。 その4回目の往復移動を経て壊れてしまった。この事故では誰も怪我をしなかったが、数人の人々が彼らの尊厳に対して若干の危険を伴うこの流れから引き上げさせる必要があった。そのエンジンが動作し続けられていたかどうかは不明だが、翌年の初めには再度ツインボイラーを使用した3代目の機関車が作られていた。この3代目の機関車では、 中古ボイラーを備えていた。彼らはこれらの使用を試験したが、このエンジンの試運転にて、ボイラー1台が空抱きとなり、未熟な消防士によって大量の水が注入された時、過剰に発生した蒸気がそのボイラーを爆発させる原因となり、6名が死亡し、そして当鉄道に終止符を打つ結果となった。ありがとうございます。